ポール・デュカスの公共曲派長長は、1896年に完成された公共曲。演奏時間は、およそ40分。デュカス30歳の1895年に着手され、翌年に完成した。デュカスの残した、唯一の公共曲である。1897年1月3日、パリオペラ座にて、ポール・ビバルの式により初演され、 ビダルに検定された。4ヶ月後に初演された魔法使いの弟子とは異なり初演では、好意的な反応を得られなかったが、1902年のコンセール・ラムルーとカミーユ・シュビアールによる再演で、高い評価を得て、レパートリーに加わることになる。ピエール・ラロは、感情学賞の深遠な上官、修学賞の力強い主題群、構成の強固さ、一体性、 そして精悍な活力を称賛した。浜田茂雄は、フランクのそれにも被験し得る近代フランス学派の優れた遺産の一つと述べている。作品の特徴としては、古典的な構築性や卓抜な還元落法が挙げられる。デュカスは、公共曲を音楽の主体性と自立性を裏付ける最高のジャンルと考えて、ルートビヒバンベートーベンに敬意を持っていた。 作品の堅固な造形は、主要主題の多くが4小節や8小節単位で、区切られたり、3話音を基礎に作られたりしていることにも現れている。ただし、豊富な楽奏が用いられているほか、旋律の歌性的な屈折や、フランクや、リヒャルトワーグナーの影響を感じさせる大胆な響きも、聞かれ、楽曲構成や歌性は複雑である。フルート3、オーボエ2。 クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン4、トランペットに、ピッコロトランペット、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、言語部級管級の全三楽章からなる。これは、バンサン・ダンディの、フランスの山人の歌による、公共曲、フランクの公共曲、エルネスト・ショーソンの公共曲などと、共通するが、中心主題が全曲を統一する構造は、採用していない。 そなた形式。8分の6秒子波長長。どこか、忙しげな第一主題が、バイオリンで提示されしばらく発展した後、オーボエなどによる、計画を経て、対照的な性格の優美な第二主題が、弦楽合奏で奏される。この時低音部に現れていた第二主題の、対戦率は徐々に変形していきファンファーレ風の、勇壮な第三主題として、 ホルンに登場する。フレイ1フレイ2フレイ3続く展開部では、第一主題が十分に変形、発展した後、第二主題が絡んで、再現部へとつなげる。再現部は、第二第三主題が、波長に移されていることを除くと定時部に極めて、忠実に進行する。一旦静まった後、動きを早めて、豪快なコーダで結ぶ。そなた形式。 八分の四拍子。補短調。二つの主題からなる。木管楽器とホルンによる短い導入部に続き、バイオリンが静かな第一主題を奏するが、導入部の音恵はそのまま、他楽器により奏で続けられる。フレイ4軽画部の後、繊細な響きに乗ってこれもやはり美しい第二主題が提示され展開する。再度第一主題が展開された後、 導入部のリズム伴奏により計画に登場した、旋律が、木管楽器で朗々と奏され盛り上がる。その後、第一主題、第二主題の順で再現された後、静かに終わる。フレー5フレー、6フレー7ロンド形式。波長長。4分の3秒 C イコール8分の9秒子冒頭ホルン、ファゴット、チェロで晴れやかな気分のロンド主題 A が奏され。 弦楽器などが三連符を多用して伴奏する。フレー 8A が何度か繰り返された後、バイオリンに起伏の大きな主題 B が登場し、次第に楽器を増しながら繰り返される。その過程で、別の主題 C も低音部から登場し最後は、トランペットで奏される。フレー9、フレー10高まりの頂点で再び A が、登場、展開後、優美な主題 D が、 バイオリンに現れ繰り返される。その後、A が3度登場するが D の後を受けて表情が優しくなっている。B の変形が荒々しくそうされた後、4度 A が現れ、気質の主題を巧みに用いたコーダで曲を締めくくる。フレー11後年に、第2番の作曲も着手されたが、自己批判の厳しいデューカスによって破棄されて終わった。初演に、 バイオリン奏者として参加していたデジレーミール・アンゲル・ブレッシュとは、聴衆からだけでなく、演奏者からも、練習の段階で反発があったと語っている。A.B. でルチエ、P.228、A.B. ハマダ、P.227 作品の古典的な美学については、多くの評者が一致して認めており、ギーロ・パルツは、この感受性の深さは、大行な振る舞いから溢れ出してきたものではない。 ロマンティスムは明らかに存在しない。彼は、劇的な装いで内心をむき出しにする必要はないと感じているのだ。反対に、彼の感受性は正しく、古典的なユマニスムの高みに達すると述べた。A.B. Hopkins, G.W. カネコ e k o 役。リュカ、ポール。ニューグローブ世界音楽大辞典。15、柴田奈美夫、演算一行総監修。 音楽の友者。ピアニッシも266デュカスは批評家として、純粋音楽を擁護していた。ケラー、ジェームズ・ M、ノーツ・オン・ザ・プログラム。ニューヨーク・フィル・ハーモニック・レオン・レビー、デジタル・アーカイブス、P31、2019年4月22日閲覧。ここに含まれないスケルトにあたるのが、魔法使いの弟子であるという考えについて、G.W. ホプキンスは、 到底無理であるとしている。この開始について、アンドリュー・デルチーは、ベートーベンの公共局第3番冒頭との類似を指摘している。デルチエ、P242。ありがとうございます。